俳優の山田裕貴、33、と女優の西野七瀬、29、が3月31日、所属事務所を通じ結婚を発表した。山田裕貴&西野七瀬、結婚を発表直筆のサインを添えた書面にて、連名で結婚を報告した山田と西野、私たちはまだまだ、人生の修行途中です。心と魂を何より大切にと常々思っております。年二人の趣味である、ゲームをすること、映画を見ること、旅をすること、動物たちと触れ合うこと。すべての日常を活動の励みに変えて、皆様が楽しめる作品を届けられるように。誰にとっても幸せだと感じられる世界を皆様と共に歩んでいけることを願っております。と共通の趣味を通じて共に活動に励んでいくというそれぞれの思いを馳せた。最後には、今後とも、変わらぬご支援のほどよろしくお願いいたします。と結んでいる。なお、二人はすでに入籍しているという。二人は2021年放送の NHK コント番組、ライフや、日本テレビ系ドラマ、箱詰め戦う、交番女子、で共演。2023年に入って交際をスタートさせたと、ニュースポストセブン、などで報じられた。2023年7月5日には、双方の所属事務所がモデルプレスの取材に対し、プライベートは本人に任せておりますとコメントしていた。山田は1990年9月18日生まれ、愛知県出身。2011年、テレビ朝日系、海賊戦隊ゴーカイジャーで俳優デビュー。2022年、エランドール賞新人賞を受賞。2024年、日本アカデミー賞の話題賞を受賞した。2024年冬クールには、フジテレビ系月9ドラマ、君が心をくれたからにレギュラー出演。また、山田裕貴オールナイトニッポン X ではパーソナリティを務めており、7月1日よりオールナイトニッポン、毎週月曜から土曜、25時から27時、月曜日を担当する。西野は1994年5月25日生まれ、大阪府出身。2011年に乃木坂46の第1期オーディションに合格し、デビュー。2017年に映画、朝日奈具で主人公を演じ、2018年末にグループを卒業。以降、数々の作品に出演し、映画孤狼の血レベル2、2021で日本アカデミー賞の優秀助演女優賞と新人俳優賞を W 受賞。映画、恋は光、2022では横浜映画祭の最優秀新人賞を受賞した。2024年に入ってからは、フジテレビ系ドラマ、ウォーオクに出演したほか、映画ある閉ざされた雪の山荘で、52Hz のクジラたち、が公開中。コメント全文お世話になっている皆様へこの度、山田裕貴と串井野七瀬は結婚いたしましたことをご報告させていただきます。私たちはまだまだ、人生の修行途中です。心と魂を、何より大切にと常々思っております。二人の趣味である、ゲームをすること、映画を見ること、旅をすること、動物たちと触れ合うこと。すべての日常を活動の励みに変えて、皆様が楽しめる作品を届けられるように。誰にとっても幸せだと感じられる世界を皆様と共に歩んでいけることを願っております。今後とも、変わらぬご支援のほどよろしくお願いいたします。